セルヒオ・エスクデロ・パロモは、スペイン・バリアドリッド出身のサッカー選手。グラナダ CF 所属。ポジションは DF。カスティーリャ・イ・レオン州バリアドリッドに生まれた。彼は2007年に、レアル・ムルシアの下部組織に入団。2008から09シーズンに B チームに昇格し、セグンダ・ディビシオン B で選手初シーズンを迎えた。翌年には、トップチームに顔を出すようになり、トップチーム初出場試合は2009年6月13日に行われた UD サラマンカとのホームゲームでこの試合に彼はフル出場を果たした。この時すでにチームはセグンダディビシオン残留が決まっていた。2009から10シーズンにはトップチームに昇格、同シーズンでは2250分の出場を果たし、チーム1起用された選手となったものの、チームは全く振るわず20位。セグンダ・ディビシオン B への降格が決まった。そのシーズン最中の2010年3月には、レアル・マドリードからの関心も寄せられたが、移籍とはならなかった。2010年夏の移籍市場で、ブンデスリーガのシャルケ04に20歳の若さで移籍。この時、同じスペイン人であるホセ・マヌエル・フラド、ラウル・ゴンサレスの2人も共に、シャルケに加入した。ブンデスリーガ初出場は2011年2月26日にホームで行われた 1FC ニュルンベルク戦で68分間ピッチ上に立ち、試合結果は1から1であった。2013年1月末にプリメイラディビシオンのヘタフェ CF にレンタル移籍。この理由はホセマヌエル・ヒメネス・オルティスの負傷をカバーするためであった。2月2日のデポルティーボ・ラ・コルーニャとのホームゲームで、初出場。これは3から1の勝利に終わった。同年7月11日に5年契約で完全移籍。2013から14シーズンでは FC バルセロナとセビージャ FC から得点を奪った。2015年7月3日、4年契約でセビージャ FC に移籍。11月29日にバレンシア CF から得点を奪ったのがこのシーズン、唯一の得点となった。2015から16シーズンは、ベノワ・トレムリナスの控えの扱いであったが、すべての試合を合わせて27試合に出場。UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、決勝では、フル出場を果たした。2021年8月31日、グラナダ CF にフリーで移籍し、単年契約を結んだ。ありがとうございます。